千尋美術館、東京は、公益財団法人、岩崎千尋記念事業団によって運営される、東京都練馬区の美術館、世界初の絵本美術館である、岩崎千尋を中心に、各国の絵本の原画を主たる展示物とする。岩崎千尋が亡くなった、翌年の1975年に、長男の松本武氏が、岩崎千尋記念事業団設立準備委員会を、 発足させ、美術館建設の募金運動を開始。氏は、資金連出のため、出版社に企画を持ち込み、母の作品で画集やエッセイ集を上司した。1977年9月に、自宅兼アトリエ後に、岩崎千尋絵本美術館として開館。初代館長には、氏が、それまで一面識もなかったものの、頼み込んで、飯沢正に引き受けてもらった。 1995年2月には、黒柳哲子が2代目館長に就任した。1997年4月に、千尋美術館に改称した。美術館は2回の増築を経て、延べ床面積も広がったが、増築を繰り返したため迷路のようになり、また段差が多く体の不自由な人から、利用しづらいとの声が寄せられるようになった。そうした声を踏まえ、 全面改築されることとなり、2000年12月に一旦休館した。2002年9月7日に再オープンし、名称も千尋美術館東京に改めた。同館は設計を、安住の千尋美術館の設計をプロポーザルコンペティションで指定され、1997年に完成させた内藤博が手掛け、思考を戸田建設東京支店が担った。 内部には、芝桜や鶴原が植えられた、千尋の庭やアトリエが忠実に再現されたほか、百石の多目的展示ホールも設けた。また全館バリアフリー化した。第45回、BCS 賞受賞。2017年、開館40周年を迎え、同年までに、延べ約274万人が訪れている。2020年、千尋美術館が、 1> 第1回日本博物館協会賞を受賞。子供ソーイングポチ94ページ AB、千尋美術館副館長の松本武さん絵本会に、刺激人昨日今日、朝日新聞夕刊1992年9月11日、ABC、バリアフリーで、なごみの空間千尋美術館来月再オープン、朝日新聞東京版2002年8月30日、 東京人2005年6月号、新建築2002年11月号、千尋美術館周年を祝う東京40年、安住の20年、朝日新聞長野版2017年4月14日、第1回日本博物館協会賞受賞館の選定について、wave.archive.org、公益財団法人日本博物館協会、2020年5月15日閲覧、 千尋美術館が第一回日本博物館協会賞を受賞しました。公益財団法人岩崎千尋記念事業団2020年5月15日閲覧千尋美術館東京ありがとうございます。